リードミー見たんだけど、一つはおまけって書いてあったね。おまけ。ギャラリーモード。今回も僕死んだの、いつか生きて帰りたい。後書き、うん。キャラクターギャラリー。あ、生年月日とかね。紹介。教授。女子生徒にもともとなんだ。彼女はいない。海か。オール5。頭がいいんだね。波一郎。で、ゆめちゃん。ふん。なるほどね。ぐらいっすかね。で、あともう一個がエンドレスだったな。無理でしょ。これが やる意味ある。俺。じゃあ待って。スペシャルストーリーかなんかのコードは載ってはいなかったこうなはずだから。え、スペシャルストーリーコード、ルー。2分から10分。なるほどね。2分から10分だって。ルー。はい。よっしゃ、一人ぼっちの部屋の間取り、図完成。といっても今回は友人に会わせるための超短編だが。ルー君、私メイドのコスプレしてみたの。ルミ。お、かわいいな。ルミにはぴったりだよ。ありがとう。ところでそれは何？一人ぼっちのゲームの制作する用の本だよ。ってあれ？視界が真っ暗に。私も。ルー君大丈夫？ここは、一人ぼっちの世界。ということは、他は大事ないと。まずい。どっから奴らが現れるかわからない。慎重に行こう。ねえ、ここは出会えるよね。謎を一個解くだけですぐ出会えるようにしてあるはずだ。その謎を解けば出会えるよ。
とりあえず最初のアイテムは左にあったはずだ。左に行こう。即死はあります。ルミかルーの片方が死なじゃんでゲームオーバー。敵は斧を持った幽霊のみですよ。ノーマルタイプだけとは言ってないよ。セーブは敵がいなければ言ってもできます。マップ内にキャラクターが2役出ている。ああ。制作者と、お姉さんなのかな実の。わからんが。ゲーム実況者と書いてあるぞ。赤いボールー、危ねえ危ねえ。そっちのタンス気になるけどね。なんかどっかに道ないっすか。触る？この扉はどこに行くんだろう。バカ、それに触るんじゃねえ。キャー、即死ドアなんだよ。呆れたって、初めに言っとけい。右、本棚がいっぱい。何にもないかな、基本的には。ここも何もないね。青いボール、おう、はいよ。やつが穴、開けた穴がなくなっている。あ、なんかいるぞ。あら、よく私見つけられたね、すごいわ。もう寝がいるじゃん。あんなわかりやすいの。ダイヤルキー、え、日本地図。何この日本地図。これは形を数字に似せてる。よく見たら北海道は6人見えるだろう。確かにな。あー、まあ6でしょ。まあ、あれは0でしょう、多分。なんだあの S みたいな。なんなんだこれは。6、6、5、10。6、5は多分確実で、0も多分確実だから、あれが1か。じゃあ7、ん？ 7 なのか。7だったら7650だよね。違う、6はそうだろう、で0はそうだろう、5だろう。問題はあれだよな。でも1でもなければ7でもないってことはなんだ。3とかでもないもんな。4はなりえないし、5もないし、6もない。7か1しかないはずだけど。8もないね。9もない。あの、3なんですかあれ。5じゃないの。どっちかって5に見えるね。ってことは6730か。じゃあ76だよ。76、逆7630。よし、先へ進むぞ。またどっかに一人隠れてそうだけどな、これ。黄色いボール手に入れた。ってことは出てきそうだね。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。
むしろこれ出れんのか、降りたら出れねえ。それだけか。そこじゃあフェイクか。待て、信号、違う違う、反応が早いんだよ。ゆめちゃんがいるね。あらら、見つかっちゃった。あお、でい、おっせえなーって思った瞬間にこれだよ。おう、走りけたルート、ルミ、目の前がだんだんと真っ白になっていった。俺たち脱出できたのか、よかった。もう死ぬかと思った。でもルー君と一緒に冒険できてよかった。私は楽しかったよ。俺もルミが姉という設定をこのゲームでしてくれて助かった。うん、とにかく今日は楽しかったわ。ああそうだな、ルミちゃんとルー君いいコンビだね、ゆめちゃん。うん、ということでこの特別ストーリーはどうだったかな。はい、遥かな空なんか急に歌い出したんだけど。見た見た、青鬼またあるんだこれ。制作者が歌ってんのかな。ああそうなんだね、書いてあるね、ルー&ルミカバーバーって。青鬼もあんの。青鬼は基本的にできる、セーブか即死なし。化け物が出る奇妙な屋敷、ああそこに肝試しに行こうと思ってな。うん、面白そうね。バカバカしい、お化け、化け物、そんな非科学的なものこの世の中にあるわけがありません。ヒロシは相変わらずの脳みそクソ野郎だな。クソはなかった。ともかく明日この屋敷に行くぞ。ヒロシは美香拓郎とともにタクシーの肝試しに参加した。その屋敷には青い化け物が出るという噂があった。ここは、そうだ、屋敷に入った途端誰かに捕らえられて、皆さんもどっかにいなくなりましたね。ここにいるのは危険ですね。ここを出ましょう。うん、じゃあセーブして、早かって言いますねーっていきなりかよ。わあ引っかかった。はい、クローゼット、危ねえ、気づいてよかった。ふぅ、怖いな、ヒロシ。鍵ね、なんかあるね。錆落とし消しゴム、わお。こっちは何もないだと？これは石炭ですね。何かにでも使ってたのでしょうか。石炭ね。ん？石炭の中に何か光るものが。錆びた鍵。錆びた鍵を手に入れたぞ。ここじゃない。だとしたらここ違う、あ、消しゴムね。サビ取り消しゴムか。で、こっちか。うわ。すげえ来た。ドアが開かない。どうしようって。
かわしながら行けって。難しいな、あれは。こっち行けないんだもんね。連打したら開くか。あぶね、そういうことか。こっち？ここは、ああそうだ、また別の部屋ですか。金があるところの奥が隠し階段でここに繋がっていたんですか。あの青い化け物と斧を持った少女は何でしょうか。ヒロシ君、ミカさん、こんなところにいたんですね。私も捕らえられて今ここに身を潜めてるの。タクロ君とタケシ君はどこにも見当たらないの。一体どこなのかしら。ではミカさんはここにいてください。私は探索していきます。次はこの部屋と。誰かいるわね。すいません、これはあの時の場面だね。ヒロシですと。なるほどね、その広瀬さんが来た経緯ってことだね。そうね、お互い様だったな。一人まだあるんだ、スペシャルストーリー。はい、一人。あら、一人編へようこそ。このストーリーにはふみかちゃんのストーリーになるわ。実はふみかちゃんの中学生の頃、こんな出来事があったの。中学生だったふみかちゃん、成績はその頃から良かったらしいんだけど、家ではとても厳しく、いいから文句言うなら部屋に戻りなさい。なんで私は殴られるの。私は何をしたの。私はただ、この時ふみかちゃんは友達に暴力を振られたからやり返したんだけど、最初に振った方の方がこれはいけませんと電話ここにかかり、今に至るのね。え、今と喋り方が違う。その理由も後にわかるわ。よく考えたらお母さんにいつも殴られてばっかり。この血も何回見ただろう。もうこの生活嫌だ、嫌だ、嫌だ。そうだ、あの方法を試そう。そう、これこそ嫌な人生をなくす方法。これを試せば。方法は、嫌な人の名前を紙に書いて刃物で切るだけか。やってみよう。ふみが紙にお母さんと書いてハサミで真っ二つに切った。これでバッチリね。そして次の朝、異変とともに事件が起こったの。うわぁ、あれ、喋り方が変わってる。それに眠い。なんでだろう。いつもは眠くないなのに。とりあえず降りよう。お母さん、どうして、どうして、何が、まさか Google で、え、絶対ダメ。嫌な人生をなくす方法は、嫌な人の命をなくす方法。違う、私の情報と違う。これをやると引き換えに自分の性格が真逆になる。そんな、私こんなの望んでないのに。ふみかちゃんは嫌な人の命をなくす方法を知ってしまい、大切な家族を一人殺した。それに、元気な子なのに、物静かな子になった。今の状態はそういうこと。なるほどね。呪いみたいなもんだね。そして今回の屋敷で、ふみかちゃんが命を引き取った。でも、私と過ごした日々はとても楽しかったと思う。私も楽しかった。サリお姉さんにもらった、このふみかちゃんのぬいぐるみ。これを抱いてると安心感があるの。ふみかちゃんは、私にとって最高の友達だった。ふみかちゃんは、一人ぼっち？いいや、一人じゃないよ。私とふみかちゃんは、お友達？いえ、お友達。ほう。
ユリオ、ホワイト、ミラー、ミーラン、ゼットン、うん、レキ、ハルナ、カンチョ、ナザード、うん、実況してくださった、ありがとうございます。あ、実況者ね。はい、というわけで、ひとりぼっち、ウィズ・アオーに最後までご視聴ありがとうございました。これ確か2もあったはずなんでね、この続きもね、2も、ぜひね、やっていきたいなと思いますのでね、次回もよかったらね、また見に来てくれたら嬉しいです。それでは。